こんにちは、つつのこです。さあ今回つつのこが挑戦するのはペラワ設定。ディズニーのキャラクターが可愛いフィギュアになってるのを狙っていくぜ。さあまずはどのぐらい動かしたらどこに行くのかがわからないので、適当にやってみるが、なんとここでカメラが撮れてないカメラが撮れてない、初心者つつのこが炸裂した。ちゃんとペラバを見せなきゃダメですね。気を取り直して2回目。さあここを押してどうだ、奥、結構手前と奥の感覚がなかなかつかめない。さあ3回目、ちょこ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 しか動かさなくていいということを悟ったつのこ、やってみるが、今度は左奥、なかなか綺麗にははまらない。さあ4回目、下ろしていくが、これは明らかに左側、ただペラは的には奥側は合っている。さあ6回目、ここら辺はもう感覚はだいぶ分かってきたつのこ。さあどうだ、綺麗に決まってるようだが、すっごい微妙な差でペラバには入らず。さあ7回目のつのこ、もう結構ヒヤヒヤしてきたぞ、心はもう焦っている。これでゲットできなかったら大損害。いい感じにいってるつもり、どうだ、いったと思いきやペラバが下に向いて引っかからず、心がぼっきり折れたつのこ。その後何度も挑戦するが、カメラは全く見えてない、ペラワの中には入らない。最後はペラワじゃなく本体を押してみて失敗でございます。心がぼっきり折れました。何も取れてないツノコ、しなびたオレンジのスクイーズに目を引かれ、この UFO キャッチャーに挑戦だ。輪っかに入れるタイプの UFO キャッチャー。さあちょろっと動かして、輪っかに入るかな、入るかな、なーな、入るかな、入ってるのかな、入ってるのかわからない、入って撫でただけ。この日のお昼ご飯は庄屋に行ってきました。日替わりランチが630円からと非常にお安くなって、今回僕が選んだのはチキン南蛮ランチだ。さあチキン南蛮ランチ到着しました。めちゃくちゃ野菜も色とりどり、チキン南蛮も美味しそう、そしてなんといっても漬物も美味しい、味噌汁も美味しい、ここの庄屋は非常にいろんなものが美味しい、さらにタルタルソースがこんなにたくさんついている。このタルタルソースにチキン南蛮をつけると最高の美味しさだ。今日も美味しくいただきました、ごちそうさまでした。さあ UFO キャッチャーで何も取れなかったツチノコ、悔しかったのでコロコロ兄貴をゲットし、さらにね、穴久保先生のサンムーンのポケモンの漫画、さらにカービィのギャグ漫画をゲットした。コロコロ兄貴の付録はゲームボーイのカセット風のウルトラネクロズマがプリントされた箱、さらに一番のお目当てはゴーストアリババとヘッドロココのビックリマンシールだ。ということで、よかったらまた次回も見てください。つちのこでした。